子供のバーごとのイメージが強いって。へえ、そうなんだ。なんか鉄の初めて出たのが7月20なんだけど、その日本当は出る予定なくて、出れなくなっちゃった子がいて急に出たんだけど、だからその子の代わりにウィンブルドンも出た、やったんだけど、そう、だからもともとウィンブルドンやる予定なかった。しかもその次の公演が鉄のじゃないその次の公演でアメピやったんだけど、もともとバーコードの予定だったけど出れなくなっちゃった子がいてアメピになったから、本当だったらこれが最初だったけど、これ最後だった、やったの。のやんちゃんの見せ場だった。でもユニット5個あるじゃないですか、鉄菜のユニットって5個あるんだけど、6回目で5個達成したの6回目で5個全部やったの。こんばんは。今この胸のバーコードが終わりました。本当はね、5回目で制覇したかったんだけど無理でした、残念ながら。これも実はやったことあるんです。こんなさ、こんな可愛い気じゃない顔してるけどやったことあるんだ。しかもピンク、かわいいよね、この衣装。再会後で制覇したのってあやだけ。え、あやかぴょんとかもやったんじゃない、全部多分。あやはウィンブルドンやったの黄色だけでしたっけ？ピンクだけです。黄色と青やったことない。しながら神様にお祈りして。難しい、なんかサビ前のてってんてんとかなんかいろいろ首あるの分かんなくなっちゃう。その中あなたを追いかけてく、なん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 、これの個人レース、レレレ、
い、2個、3個、ありがとう。ウィンブルドン、かわいい。ルルルルルン、ドン。あぶそ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 です。ミラーボールだ、ありがとう。まぶしそうです。ここ人生で一番まぶしいです。この日さ、あ、またミラーボール開けたみたい。この日、私以外の2人が初めてのアメピで、全然それなんか振りが結構違って教えなかったから怒られた。だからあまりいい思いではないですけど、まあ、みんなが褒めてくれたからいい思いになってき、いい思い出になってきてるって感じですね。そう、多分この日はね、私はね、自分のことしか考えてなかったんだと思います。だからひどい結果になってしまったんだと思います。反省してます。前髪が短いんだよね。あとね、ツインテールしてるんだよね。ちょっとそこがマイナスポイントだね。音符がすごい、音符が流れてきた。あーい、ありがとう。ちょっと多分ね、あべさんミラーボールだ、こっちのね、私にねミラーボールとか送ってくれてると思うんだけど、残念ながらこれ被ってるのは今の私です。でもリハの時に、リハ見てた横にゃんさんが褒めてくださった。すごい音符が、音符がすごい。なんで音符なの？すごい。で、合わせるとかそういうことじゃないです。あの、そういうこと言っちゃダメですよ。本当に消したい、このコメント。ミラーボールもありがとう。このさ、手こうやってやるとこがあるの、こうやってその時ピアスさんがめっちゃ指絡ませんねんけどこの日じゃないけど、びっくりした。でもこの間須田さんのアメピ見たらめっちゃかっこよくてびっくりした。私から一押しにする、ありがとう。前髪どうにかならないのこの人、本当に。良かった、須田さん。あ、ノアさんの見た。猫さんのやつも見た。
と終わりましたね、アメピは。ちっちゃ、あ、拍手だって、拍手が来た、はい、ありがとう、拍手。こうやってやってる。拍手さ、10ってことは10回叩くってこと？ 1 ってことは1回叩くってこと？ありがとう。これもやったことある。でもこれが一番少ないかも、やったことある回数としては。すごい、キュウキとユズさんだ。とってもいいアメピでした。わーい、ありがとう。あの中の中から歩かれた、まだ返事ないから、やきもきしてる、あーやきもきやきもき、食い逃げなんて許さない、何でも覚え、全部覚えてるわ。今ユニット全部できるかもしれん。アメピが終わったらさ、コメント来なくなっちゃった。やきもきやきもきって、やときしか打てないな。じゃなくていいから、よかったね、かいにゃん、ゆずさんとユニットできて。めとってめとって、あの小さな僕がどう受け止めたかな、いらない、レッスン上で一人手伝してみる。レッスン上ってね、みんなが思ってる以上にね、簡単に使えないんだよね。キモってひらがななら書けるの、どういうさやつ。難しい、ここ。かわいいもの中坂、焼きもきせんね、焼きもき焼きもき、ここ絶対難しい。タン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 、ファンデーションです。みんなは何のユニット服が一番好きですか？
刹那の中だったら。喜怒哀楽か。今アメピが好きになりましただって。何があったの。アメピグローリーデイズ、チョコの行方、アメピ、あれ始めました。グローリーデイズってめっちゃいい曲だよね。大好き。グローリーデイズってめっちゃいい曲だよね。グローリーデイズって本当にいい曲だよね。チョコ好き。チョコの行方初めて。私あのいなんだっけ、松村かおりさんのリクアワか、なんかリクアワ、あリクアワの時になんかチョコ配った。チョコの行方とチョコの奴隷で。グローリーも大好き。リカワ、カオタンリカワの時にチョコ配ったんだけど、パーンって上に投げたらパーンって落ちてきた自分に。懐かしい。それが初コンサート、初コンサートで、しかも初の曲、初めて出た曲、チョコの行方、どっちだったかな、奴隷だったかな、最初はチョコの奴隷かな、だった。かわいい、僕な。外加穂さん、みことさん、みことさんと外加穂さんです。2月21日の公演、最初で見てるやつだって。え、いる？どれどれ？どの人？どれどれ？どれ？この人どこ？そう、大宮だった気がする。9期生の初コンサートでしたね。年齢制限あってギリギリ出れた。ココナがここいつも、ここの締めいつもココナなんですよ。この締めはいつもココナなんです。ポジションでね、決まってるから。あ、これはイノセンスではないか。これはイノセンスではないか。今日は何の服、あ、青だ。待って、これじゃあユキさんの衣装だ。これはユキさんの衣装です。変わるんです。あれあれ、これは前髪が短いということは、どうしてこんな前髪になっちゃったのかな。眉毛出てるやん。本当に前髪どうしたの。絶対、しかもね、この人セットしてないと思う。
あ、音符だ、音符、音符ありがとう。私が歌ったから、私が歌ったから音符くれたの。いや、出口さんのポジションですね。前髪気になる、うん、私この頃さ、この頃ってこの2月ぐらいまで、まあ、ずっとなんだけど、なんか公園にちゃんとしたメイクで出ようって思ったことがなくて、いや思ったことはあるけど、本当になんか適当にやりすぎてた、メイクとかを。髪型も毎回ね、ツインテールで変わんないから。そしたらなんかこんなことになっちゃった。この日は多分メイクしてるんだけど、メイクしないで出てる日とかあったから、本当にやめた方がいい。あと一個だけ言い訳すると、この日朝から撮影があって、朝からメイクしてるから、もう撮れてきてるからブス。あやいさんだ。ノーメイクまではいかないけど、リップ塗り忘れるとか全然あった。私はかろうじて最初から歌えたよね、この曲。16歳になったら歌えるんだよね。16歳の時に初めて歌ったからギリ歌えた。一回唇に目になかった時あったね。え、もう何回もある、絶対何回も塗らないで出てる。青がとか、めちゃくちゃ言い訳する。昔ほぼノーメイクでスクランブルしたメンバーがいた気がする。え、でも前ゆうゆうさんが急遽の公演の日に来てくださって、青がゆうゆうさんが急遽、もうその時ほぼすっぴんだった。頭曲が、いや若いからやっぱ変わんないもん。本当にリップだけとかだった、ゆうゆうさん。急遽が出てる、ほぼ休憩で、あとゆうゆうさんの青春ガールズ公演があったんだけど、スクランブルで来てくださって。ゆうゆうさんってイノセンス歌えるの？SKE 歌えない子めっちゃ少なそう今。セロケット。ゆうゆうさん歌えるんだ。大きくなってる。中坂とかはまだ？中坂とかはまだ歌えないのか。瞬間そっと瞳閉じて数えてすぐで感されるわ。 Three, two, fire。 知ってますか、このファイヤーの秘密。みんなファイヤーの秘密知ってますか。ファイヤーの秘密をみんなは知っているかい。うん、かわいい。だってありがとう。私映ってたって。
ヤーの秘密。そんなさ、そんななんか引っ張るほどじゃないけど、ファイヤーって伸ばすメンバーと次歌うメンバーをがいるじゃん。ファイヤーダンタランタンタンって始まっちゃうから、ファイヤーって伸ばす人とメナダランタンタンって歌い出す人がね、なんかそれ昔の鉄縄はなんかまた他の決まりがあったらしいんだけど、今やってるこのリバイバルじゃない、なんていうの、このシャッフル、今やってるシャッフルの鉄縄は初日に9期生がやったポジションはファイヤーで伸ばして、先輩が入ってたポジションはの人は次歌い出すんです。だからポジションによって決まってるの、伸ばすか伸ばさないか。ファイヤー今どこ、ファイヤーっていう人と珍しいって歌い出す人がいるんだけど、初日がねちょうど9期と先輩が半分だったから、9期がやったポジションは伸ばす。だからジュリナさんのポジションとかレナさんのポジションとかは青梅とかみっちゃんがやったから、そこの人は伸ばすの。八神さんのとことかはエゴさんがやってたから歌い出すっていう。今の動線はだいたいリハでやります、ぶつかりやすいから。なんだろうね、これって何なんだろう、天使の輪っか。触ったりしては、歌ってる人はこうやっていけないの、歌わない人はこうやっていいけど、歌ってる人は前向いていないといけないんです。ここは人の勝ちの人の顔見ちゃいけないで、足元見なきゃいけないの、困ってる人は。厳しいでしょ。このお尻さん大好き、私ここのお尻さん大好き、お尻さんじゃないけど、もうここのお尻さん大好き、本当に大好き。他のねお尻さん大好きなの私、ガマロケの最後のこのお尻さん大好き。48ここは一番前の人だけ前向きます。前通る人だけな、こうやって決め顔するの。ゆずさんだ、おじさん、いかわいい、おるさん、UFO 見つけたアーヤの表情見てみたいって。え、私割と映ってるくない、なんか見切れてる、抜かれたことはないけど後ろで見切れてる。これイズポさんとずっと喋ってました、喋ってたわ、そう遊んでました。ここはねこうやってこの体勢でやるんだよ、こうやって。
友達に相談したらねえ嘘でしょって笑われた。あ、悩んだ私のパートだよ。みんな悩んと歌ってるよ。悩んフリムカセルで前向きます。ナヤントシムです。今ナヤントシムです。すごい人がいっぱいいる。じゃじゃん、悩んと、なんか目合わせてます。他 0.5 まで、この後 3.5 までいきます。この曲、去年のあれでやったアンダー18公演でやりましたね。学校の歌だから、勉強の歌だからかな。ここで首振ることに命をかけてた。でももう無理だ、私首振れなくなったかもしれない。今ゴキ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 って言った。やばい、私ちょっと首振らなくなるかもしれない公演で。でもね、首を振りすぎないことはね、ずっと心がかけてたからいいんだけどね。いや、めっちゃゴキゴキ言った今。ね、首なんかおかしくなっちゃいそうだよね。でもなんかユキさんがそのうちなんかできなくなるよって言ってたから、ちょうどその時なのかなって思う。もう高校卒業するし。首ね、でもちゃんとストレッチしてから。でもやっちゃうんだよね、なんかやらないようにしようと思ってもね、やっちゃうの。だからアドレナリンが出てるとやっちゃうのかなって思う。でもさ、それで怪我したら大変だから、まあ もうちゃんとねセーブしていかないとダメですね。かわいい。楽しいとね、首がね痛くなっちゃうんだよね。首が痛く、楽しいと首が振っちゃう、首振っちゃうんだよね。でもツインテールしてたからよかったけど、多分私髪下ろしてたらもうずっとこんなだと思う。公演中ずっとね、もうねこんなんで公演してるよ私。研究生の時多分ツインテールじゃなかったら、だからツインテールしててよかったって思う。ハゲたけど、
そうでも最近はさやっぱり DMM とかで見てくれる方も多いから画面にちゃんとね映るにはもうこういう状態でいないとこうやってねブレちゃうわけ。しかも画角から外れちゃうわけ。それを12周年でとてもね実感したから、これからはちょっと気をつけていこうかなって感じ。そうラムネの飲み方のコメンタリーみたいなってね言われてた。すごいだから気をつけようって思った。MC 人数多いね。ユニットと言わせるね、ありがとう。やっぱなんか最近8人公演とか6人公演とかやってるじゃないですか。なんかそれがなんていうの、だ昇格してからすぐ6人とか6人でその後8人になったんだけど、やっぱ絶対に16人公演だったら MC とか絶対しゃべれてなかったしなんかって思うから、あとちゃんとね、そうだと思うんです。 MC 絶対喋れなかったと思う。急に16人の8人ずつの MC とか放り込まれたら絶対喋れなかったけど、なんか3人の MC から始まったから喋んなきゃいけないじゃないですか、場をつなぐために。だからそう考えたらそれがあったから MC でちょっとなんか喋るのが できるようになったのかなって思う最近。6人とかじゃなかったら入っていけなかった絶対。8人で喋れる先輩がいっぱいいる中に入っていけなかったもん絶対。だから最初6人でよかったなって思います。今考えると少ないのはちょっと悲しいけど、6人公演で MC の面では絶対そっちでよかったなって思う。6人公演の MC 全然覚えてないけど、次のチームになります。私この衣装結構好き。そういっぱいできたし、誰が話すかあらかじめ決まってるの。目標は全員喋ることだけど、8人でも何人でも。でも6人の時はほとんど何も決めずに始まるからさ、逆になんか楽に気楽にできた。あでも1回誕生日会したのは覚えてる。6人公演で愛理ちゃんと奈緒さんの誕生日会したのは覚えてる。あと奈緒さんと英語さんと3人で MC したのも覚えてる。嬉しかったけどめちゃくちゃなんかくだらない話したのは覚えてる。もう絶対になんかどうでもいいくだらないつまんないだろうなっていう話をなんかほのぼのした、ほのぼ超ほのぼのした話したの覚えてる。なんかその日その前がルカさん、オシリンさん、ユキさんとかの MC ですごいワーワーした後にほのぼのした話してた。悩んが喋ってる。そう8人いるとねやっぱ全員喋るの大変だし、一人一人の尺が短いからね。やっぱ今は MC が3人とか4人とかだったし、あとアフタートークとかもあったからいっぱいなんか公演の舞台で喋る機会があったっていう真面目な話をしていたら MC が始まっていました。そして前半が終わっていました。
ばんは。こんばんは。みんないますか？みんないますか？アフタートークたくさん話した。アフタートーク何したっけ。こんばんは。今どの辺ですか。今後半 MC なので、大好きが始まったら歌いますね。今1時間23分12秒。 MC はチームの色が出ますね。ね、2が楽しい感じ。楽しい感じ。赤坂って身長伸びたよね。身長伸びたし、髪の毛も伸びた。子供、トマトが食べてほしいって言ってます。中坂がかわいい。おルーさん、おルーさんってなんでこんなにかわいいんだろう。おルーさんって何してもかわいいですよね。私の大好きなセブンイレブンさんの話をしています。肉水はですね、冬しか多分出てこないんだけど、最近また発売されてきて嬉しい。そうですね、肉水が好きすぎて、肉水というものはどうして生まれたのか、どういうものなのかっていうのをすごい探してここでプレゼンさせていただきました。そう、肉水はうどんが具合悪くて食べれない時にうどんを抜いて食べたのが始まりで、だからうどんのスープみたいな、本当は汁みたいな、それを肉入れたやつです。かわいい。そう、セブンイレブンさんにねあるので、ぜひ皆さんも食べてみてください。美味しいです、とても。すぐ大好きが始まります。面白い。チャララーチャ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 ララーです。今チャー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 、あやさんと一緒にいますね。大好きなの、あなたのこと24時間考えてる。大好きなの。大好きはファンの方一人を決めて、ずっとね、その大好きなのだてる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 って言うまでずっと同じ人を見続けなきゃいけないっていうルールがあるので、みんなメンバーにロックオンされたら皆さんもそこから目を離さないようにしてみてください。多分ずっと見てますメンバーも。でも多分みんな推しメンに見てほしいから、メンバー推しメンばっか見てるから、もしもね、もしも自分のサイリウム振ってる人がいなかった場合、誰にも見てもらえないっていう悲しい状況が起こるんです。
でも私は大体自分のサイレンを持ってくれてる方のことはどこかしらでは見てた、全部見てた。大好きなのって何回もあるからね。それミナルンが決めた。なんでミナルンさん、なんでミナルンさんが出てきたの、なんで急にミナルンさんが決めたことになってる、どういうこと。でもこれはずっと多分初期からあるルールだと思う。この曲に備えて自分のファンどこにいるか確認したりする。え、全然、てか他の公演でもどこに誰、どこに自分のサイレーム持ってくれてる方がいるかちゃんと把握してるし。ミタルンさんってデザラ出たことあるの。なんで二人一緒に間違えてた、かわいい、かわいいんだけど。だからさ、自分がめっちゃ上手側にいてファンの方が下手、どっちか分からんや、にいたらさ、もうこんなでめっちゃこうやって見えるようにこうやってやるからね。何、結婚発表って何、怖い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 んだけど。急に結婚発表、結婚発表って。そう、こことかも、こことかもね、ずっと同じ人見るの。ホコナとかもこうやってめっちゃやってる。そうだから、手綱に入った時はぜひ大好きだのって目が合わなかったら推しメンと、もしかしたら他のメンバーと目合わってる可能性もあるから一旦キョロキョロしてみてください。視線を感じたらキョロキョロしてみて、推しメンじゃないメンバーからもレッスンが来てる可能性があるから。でももしさ、コンサートとか行ってさ、大好きやってさ、誰かしらに見られてるかもしれないよね。視線を感じなかったらどうすれば、もうその時はちょっと諦めてもらって次の大好きな脳にかけてください。めっちゃ多分ファンの人が視線を送ってればメンバーも多分気づいてくれるから、大好きなの、あなたのことぐらいで、あ、誰にも見られてないと思ったら次の大好きなのに備えて推し面を超ガン見するんで、そしたら見てくれるかもしれない。でもたまにさ、なんか恥ずかしいのか分かんないけどめっちゃ下向いてる人とかいる、ファンの方で。ね、手堅い終わりましたか。急に手堅い終わりましたか。見て、エゴチュリさんのサイレームです。合体、自分だと思ってたら隣の人の視線だったら悲しい。大体こっちの方見てたら自分は自分にレッスンしてるって思うくまにしてます。だってそうすればいいんだよ。そうすればいいんだよ。みんなね、終わったんだ。どうでしたか、なおさんは。私に手形、私用の手形押してましたか。私用のサイン書いてましたか。アンコール、あ、なんか喋ってます。何て言ったか分からなかったけど喋った。ロープの友情でロックオンされたことはあった。え、どういうこと。ロープの友情でロックオン、え、ロープの友情でロックオン。ロックオン、私ロープの友情
必死すぎてあんま見れたことないな、ファンの人。あや応募したのしてないしてない、申し込んでないです。目線あったら微笑み返すようにしてる。え、いい、めっちゃいいと思う。だってさ、こっちがさレスしても無反応だったら悲しいから、悲しくてもうしなくなっちゃうかもしれないから、何かしらのね反応をしたほうがいいと思う。ニコってするとか、ハッてするとか、へへってするとか、ハッて感じのしたら、あ、反応してくれたってなるからね。私はえなちゃんにサイン書いてよ、えなちゃん。でもえなちゃんそれなくしてた、もう帰る頃になくしてた。ニヤニヤしかしない。え、その方がいいと思う。そういう方がねいいと思うよ。いっぱいレッスンもらえると思う。反応がいい人の方がねレッスンもらえると思う。あ、私のそういう、ね、教室、レッスンもらえる教室、レッスンもらいたい人教室、私が教えてあげます。楽しそうにしてる。そして楽しそうにしてるか、いろんな目は見てる、見る。たまにさ推しメンしか見てなくて、あ、もうこの人無理だなって思う時あるから、いろんなメンバーをちょっと見てみる。そう、レス講座です。レス講座って言ったら違うね、レスもらう講座。そう、ちょっといろんなメンバー見てみればいいと思う。あ、始まった、始まりました。このもうちょっと意味わかんないことが行われてるイントロ、この切るのは高く切っちゃいけないんです。斜め45度に切るって決まってるの。これはね、見下ろすの最初は立ち見のさバーみたいなの分かりますか。立ち見のとこにある柵、あの高さにここがいくぐらい下がるの。分かるかな。立ち見のこの柵と同じ高さになるの。見下ろすって、だからね、背高い人は頑張らなきゃいけない。かっこいい、エズさん、かっこいい。かっこいい。これはね、こうやっちゃいけないよ、このままだから。いつもリハで言うことを全部教えるっていう。ここで問題です。私が一番このロープの友情のペアで一番相性がいいなって思うメンバーは誰でしょうか。かっこいい、エズさん。浜中までです、ここは。これ行ったことあるね、一回。後輩に大絶対先生、後輩10期ってそんなやったことないから絶対意味わかんないよ、これ見ても。この浜野さんがね、かっこいいの。ここ、あ、映ってない、かっこいい。ほののさんかっこいい。正解はあゆかぴょんでした。あわめとやったことない。あわめとなんだっけ、 あれだ、メロスだ、やったことあるな。かっこいい、ずさん。正解はあやかぴょんでした。めっちゃなんかやりやすくて感動した。何回か言ってるけど、うん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 
あとゆうかさんはニコニコしてきて可愛いペアになると、こんばんは。え、このハンバーガーのアバターって誰かのアバター？メンバーのアバター？そう、力加減が合うんだと思う。ちゃちゃん、可愛いだって、ありがとう。私これのさ、ロープ投げてなんかこうやって入ってくる人やったことない。こうやってやりたい。こうやってやったことないんだよね。手をつなげながら声のポジション4つとか5個ぐらいやったことあるけど、こっちやったことない。これの、12周年の手綱ってロープ全員持ってやってたんだっけ。ここのほののさんもかわ、ここのあ、これじゃないよ、これの2番のほののさんがね、かっこいいの。ちゃん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 、この曲一回なんか鉄なをエゴさんとチュリさんとあと熊崎さんと BNK の方かな、 BNK48の方が見に来てくださってて、シリさんにアドバイスをもらったので、それを実践してます。かっこいい。スカート短っ。他のほのさんかっこいいんです。映るかな、お願いして。このほのさんがね、かっこいいの。あ、映ってる。ちょっとだけ映った。このここのね、浜田さんがね、かっこいいっていう話をよくあのスタッフさんとするの。死んでみたって、15日の公演申し込んだ、当たることを祈ってて、当たりますように。15日の公演、確かあれだよね、関東の3県、1都3県の方は申し込めないんだけど、ぜひ DMM で見ててください。若手が多めの公演。バイ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 、じゃーじゃー、タイガーファイヤー、サイバーファイバー、ダイバーワイバー、じゃーじゃーってよく言えるね、みんなすごい。じゃん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 、あーや、すごいかっこいいって。やっと映ってる。私絶対映ってないと思って全然見てなかった。見なきゃいけない。ありがとう。この曲めっちゃ好き。この曲めっちゃ好き。でもさ、なんかもうアンコール2曲目だから、もう瀕死の状態でやってるの。瀕死の状態っていうか、もう疲れた状態でやってるの。だからこれ1曲目とかでやったらもっとかっこよくできそうって思っていつもやってる。コンサートとかでやりたいな、この曲。そう、もうね、死にそうな状態でやってるこれ。でアンコール2曲目なんてもうほぼ力を使い切った状態だからね。2分半映像だ。ゆずぽさん髪長い。
サウスポーっていうの、左利きのこと。サーモンいいな、サーモン食べたい、いいな、カイネはサーモン食べてる、いいな。サウスポーっていうのかっこいい。右手は、右引きは、右引きはなんていうの、ウースポーウースポー。わさび平気じゃない、わさびね、ほとんど食べたことない。罰ゲームの大量わさびしか食べたことない普通だから、普通のわさびって美味しいのかな。普通のわさび食べたら美味しくなるかもしれない。食べたことない。ウースポ、なんか右手ってウーって言わないっけ。ウーってあれか、ウウって読むよね。右手の右ってさ、ウって読むよね。そう、サウスポー左はサですよ。ウサ、ウサ、え、サじゃないっけ、左右、あれ、ウって言わないっけ、右って言うよね。でさ、サって言うよね、左右のサ。じゃ右はなんて言うの右はなんて言うの。キズさんってさ、言動がかっこいいよね。最近めっちゃ思うんで。サウスポーみたいな右利きバージョンはないの？ここの。サママさんめっちゃ面白かった。ねえ、前髪ずっと短いんだけど、気づかないのかな、短いよって。でもね、この日ずっと前髪短いの。朝撮影があったんだけど、あの写真見たことありますか、なんかジャージの写真、奈緒さんと一緒に撮ってもらったジャージの写真、なんか奈緒さんのサイレムカラーのジャージを着た写真を前のツイッターに載せたんだけど、その日と同じ日なの。その日がね、この日の、これの公演の朝の時で、前髪短いの、あの時も。もうね、本当にこんな、もうよく、あ、こんな、そう、こんな感じ。本当にショック。あ、この曲は、あ、っていうか恋落ちフラグの、あの初披露、初流れるのが決まったらしいんで、ちょっとまあ後で話します懐かしい。あんまりやったことないこの曲、好きだけど、結構好き。だからずっと話し、この曲公演で見たことある方あんまりいないんじゃないかな。
まりやったことない気がする。 K2 公演とか1回しかやってないんじゃない？2回か、2回だ。青川の時に先輩選抜メンバーが初披露しに来たのは覚えてる。めっちゃのうさんとおしゃべりしてたらなんか掃除してなくて怒られたその時そう2020年だよね、これやってたの。結構私全然やったことない。フラストレーションは76回ぐらいやったんですよ。75回だっけ、74、5、6回ぐらいやったんです、劇場で。でもこの曲多分10回ぐらいしかやってないと思う。エコパでやった、エコパで全員でやった。めっちゃ映してくれるやん、カメラマンさんありがとう、大好き。タン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 、全然ここはエゴ散歩時です。なんか16人で18人だっけ、10何人だっけ、選抜10何人だっけ、まあ、16人以上でやってるのあんま見たことないかも。このね足難しいんだよ、なんかこうやってやるの、こうじゃなくてなんかこうやってこうやってやるの。なんだってやわらい。この間ナオさんのショールームに入ったら歌ってた、これカラオケ。ケンロップダンスだっけ、ケンロップって言うんだよねこれ。あ、もうすぐ終わるよ、まとめに入ってる。もうすぐ終わります。全国ツアーもねもうできないですもんね今は。多分気づいてた方が多いと思うけど、私の人生で一番 SK 入って一番嬉しかった全ツに出るというのがねなくなってしまったので、私はそれが本当に悲しいです。過去研究生のうちにっていうのがねあったのでちょっとね残念でしたね。大好き、トークに入れてももそう。確かね目標をブログに綴ったんですよ、研究生のうちに全国ツアーに出るっていうのをね目標として。でそれがね叶ったんですけど、嬉しいって思ったんだけど、みんなに告知ができる前に亡くなってしまったのでね、残念ながらまあ叶ったことにはならなかったので、次の目標を作って頑張っていこうかなって感じです。まあ遠くにいつも流れてますけど
いい感じのいい感じの BGM がいますね。前髪長っ。いう歌、いつも泣きそうになるこの曲。そんな秘話が、え、秘話私結構言ってないっけこの話。ショールームでしか言ってないか。でもね、なんか AKB さんの握手会欠席になってたから気づいてる方多かったよね。研究生のうちにっていうのがね、大きい目標だったからちょっと残念ながらって感じだったけど、この曲6人公演の最初歌ってたよね。みんなみんなっていうか歌ってた。無観客公演が始まった時、本当にいい歌だと思う。なんかしかもなんかさ、振りとかないからいろいろ考えれるわけ。何かいろんなことがね、頭の中に入ってくるの。歌詞とか聞いてが悲しくなってくる。こんなんだ。こんばんは。私こういう曲さ、なんかさ、一人で練習してても泣きそうに、なんか涙出てくるの。支えとか一人でやっても泣きながら支え歌ってる時あるもん。に言っただよね。やっぱりなんか地元出てきてる子たちはみんななんかしみると思う、この歌。たまにファンの方とかもね、泣いてくれてる方とかいるから、なんかこれココナと隣なの、ココナと隣だと泣いちゃう。ココナと目合うと私泣いちゃう病だから、ココナのをね見ると泣いちゃう病だからね。昔からそうなんです。キュウキの有名なエピソードがあるんだけどね。キュウキの有名なエピソードで、なんかラグーナで9期生が、キスだって左利きをねやらせてもらったの。その時にココナがもうめちゃくちゃ踊れてて、なんか最初踊れなかったからココナってめちゃくちゃ踊れてて、私が大号泣するっていう事件があった。だからココナのこの間の E 公演の初日、昇格して初めて E 公演出る時も泣きながら見てた。DMM で泣きながら見てた、リアルタイムでココナが踊ってるの見て、超かっこよかった。
そう、そういう病なの私そういう病だからしょうがないの。あとエゴさんの顔を見ると泣いてしまう病も持ってる。すごいいろいろ病気持ってるの私。あとスズランさんのいい話を聞くと泣いてしまう病も持ってる。いろんな病気持ってる。あ、アミちゃんが寄ってきました。アミちゃんがピースして、あ、アミちゃんがピースしています。でも環状線、環状線どこだっけ、ね、環状線ってさ、これだっけ、環なんだっけ、環なんとか線、この線ってなんだっけ、環状線ってこれ、でもこれ、え、これなおさん超長いんだよ。私ね、こっちのね、生命線がね、めちゃくちゃ短いの。ここまでしかないの。これしかないの。でもなんかこれもなんか下から出てるのも含まれるらしいからいいんだけどね、別に。あ、終わりました。あと15分、あ、ぴったり、よかった。7時に始めたら1分オーバーしてたね。終わりました。何の話してたっけ。あ、環状線の話。環状線長くないけどな、私。でもそう、最近年なのか分かんないけどすぐ泣きそうになる。昔からそうだから年ではないか。パチ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 、終了しました。お付き合いありがとうございました。みんな終了しましたね。2月21日の手をつなげながら公演をみんなで見ました。いかがでしたか。一人ずつ感想をどうぞ。頭脳戦なのこれ。それずつ感想を読んで読み上げていきますので、感想をどうぞ。懐かしかったです。懐かしかった。やっぱね、人数とか多いもんね。楽しかったです。楽しかった。みんなもっと感想ないの。小学生の感想だよ。楽しかった、楽しかった、楽しかったです、楽しかった。今帰ってきましただって。終わっちゃったよ。お帰りなさい。今日も寒かったと思うんで温まってください。楽しめました。裏側の話を聞けて楽しかった。あ、なるほど、理由がちゃんとあっていいですね。16人間懐かしい。裏話も聞けて楽しかったです。お、理由がちゃんとつきました。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかった。ナーヤン、ナーヤンいる？いないよね。次は足跡の珍しい魚が見て、え、あるんじゃない。りょうはさんの卒業公演とか見れば多分知ってるか分かんないけどあります。あや、可愛かった、ありがとう。可愛かったが初めて、ここに来て初めて可愛かったというね感想をいただきました。ありがとうございます。いろいろ裏話聞けて非常にためになりました。楽しかったです。ありがとうございます。二分ですね。初めて二分が来ました。ありがとうございます。あやの話が深かった。なるほど、ユニット投票するね。ありがとう。楽しそうな表情が良かった。あ、このね、公演中なんですかね。もう1年になるけど劇場の楽しさが蘇ってきて、おお、いい感想ですね。コールしたい。いいね、コールね、ぜひね、お家でしてみてください。あやのアメビがかっこよかった。嬉しい。あやが可愛かったです。ありがとう。ファイヤーの秘密は聞けてよかったです。お、具体的にありがとうございます。電車が遅延しちゃったの。全然、また寄りますから、またぜひ、また
なんとか厳しい、ね、なんこれってなんて読むの、なんかいつも思ってたんだけど、これなんて読むの、なんとか厳しい感想文、今年から一押しですね。おー、そんな感想もありました、ありがとうございます。ナイアンとの趣味が良かったです、私もそう思います。明日からおすね、今日だった、間違えた、今日からおすねっていう感想ももしかしたらね、これを見てそう思ってくれたんですかね、ありがとうございます。あ、はいはい、そうやってさ、そういう時だけみんないっぱいコメントするんだから、添削って読むらしいよ、ありがとうございます。もうそうやってそういう時だけどこにいたのみんな今まで。あや見たら泣いちゃう病になりそうです。それがいい意味ならね、いいと思います。そう、病にかかるとでも治療をしなきゃいけないのが大変だから、皆さん気をつけてください。私はもう、ね、大変なんです、大変なんです。実況配信はやっぱり楽しいね。ね、またまたやろうね。今度10日にまたね、ある公演をやるので、ぜひ。次の私の公演は11日です。11日の最終ベルが鳴る公演。なんか公演名言うの久しぶり。今って何どの公演でもさ、公演といえば最終ベルしかないから、明日は最終ベルが鳴る公演です。久しぶりに行った、明日じゃないけどね。次の公演は11日の2回公演です。2回公演だよ、知ってた？私知らなかったんだけど、怖い、頑張ります。その後は15日の公演もあります。15日は結構ね、こっちゃんもいますで、若いメンバーが多い気がする。若い、若手ではないね、若いメンバーでも、9期の2人はね、ちょっとね、お姉さんですけど、トレード申し込み中の方もいる。11日、そう、15日はイット3県の方は、イット3県言えんの超かっこよくない？イット3県の方はちょっと申し込みできないんですけど、15日はナルピーちゃん、こっちゃんとラストなのかな、になるのかな、どうなんだろう、まだちょっとその後が分かんないから分かんないけど、ナルピーちゃんの卒業公演もうすぐだから、卒業公演は多分出ないだろうなと思ってるから、最後かもしれない、本物の最後です。でもね、高3世代もいっぱいいるし楽しみです。こっちゃんいるし、エゴさんもいます、嬉しい。私はどこのポジションなんでしょうかね。ぜひ見てください、 DMM でも見てください。一都三県わかる、わかるよだって東京都の人、関東の人だもん。なんかさ、だってさ、東京、関西の人は多分関西周りとか、東海の人は東海周りの県とかわかるけどさ、わかんなくない？東京に住んでたら関西のと、関西かどこでどこにあるかとかわかんない。私さ、転校して、名古屋の学校に転校してから、なんか愛知県の市区町村を答えなさいみたいな、わかるわけないじゃんと思って。だって私はずっと東京都の23区、東京都の中をさ、東京の市区町村を今まで勉強してきたわけだから、急に名古屋の答えなさいって言われても分かるわけないじゃんと思いながら、分かりませんって書いただから、でも名古屋に来て三重とか近いってことを知った、三重とか岐阜とかと愛知が近いってことを最近知ったもん。名古屋市って、名古屋市がなんか、名古屋がさ、名古屋、愛知県の中に名古屋以外の市があるっていうの知らなかったもん。しょうがない、そんなの、だって聞いてないもん、勉強してないことはね、わからないんだよ。赤ちゃんもね、そうだけどね、教えてもらえないとできないの。そう、しょうがないんです。
から愛知のな、愛知の中は分からない。でも知ってますよ、最近覚え始めたよ、常滑市。東京にある村の名前、村って何、村、東村山市とか、あれでも市だよね、村なんてあるの。読めない。56分だって。何時を読みます。13位、これは何なんですかね、今日こそ教えてもらいたいんですけど、なんか惑星みたいな人。12位、ガロウさんの豚の人。11位、うどん。10位、花輪くんの人。9位、星の人。8位、バイクの乗った猫の人。7位、おお初めて見た、なんだこれ、なんて書いてあるの、なんとか何し何なんとかのなんかすごい上見てる人。6位、おなんて書いてある、うろうろって書いてある汗の人。あなんか泥棒じゃない、泥棒の布持ってない、なんか耳と尻尾生えてる人。5位、猫の白い猫の人。4位、フェイスシールドしてるラスカルの人。3位、招き猫が隣にいる猫の人間の人。2位、古川愛理さんのアバターの人。1位は普通のラスカルの人です。ありがとうございます。他のギフトをくださった方もありがとうございます。あ、拍手もね、拍手もいっぱいしていただいて、音符もいっぱい、ミラーボールもねたくさんいただいたり、かわいいっていうのもありがとうございます。あ、クマのね、クマくれた方もありがとう、タコの人もありがとう、クマくれた方ありがとう。そう、ありがとうございました。一緒にねこの DMM を見てくれた方もありがとうございました。やっぱりね公演はいいですね。じゃあ最後ねスクショタイムをして終わりたいと思います。小顔効果、小顔効果です。はい、終わりです。ありがとうございました。あと2分あるって。今日は、ね、とても寒かったので暖かくして寝てください。暖かくして寝て、しかも明日も寒いらしいので、明日寒いんだって最悪だよ明日寒いんだって最悪だよ。でも暖かくして出かけてください。明日もサンタのクマって夏頃、あ、またクマだ。このクマは何？なんか縁取りのクマなんだけど。クマありがとう。縁取りのクマ。縁取りなのこれ。縁取りのクマ。宇宙の方ありがとうございます。ありがとう。マイナスなの明日、やっば。本当に気をつけよう。みんなも。私も暖かい格好をして出かけようと思う。明日は。ね、今日本当に命を落とすかと思ったもん、暑いが寒すぎて。本当に気をつけてねみんな。クマありがとうございます。またね。明日今日より寒いって、もうおわだおわ、本当にダメだ、もう命を落とすかもしれない。一応今までありがとうって言っておくよ。私は明日朝、明日寒すぎて明日を迎えることができないかもしれない。
だから先に言っとく、今までありがとう、みんな大好きだよ、バイバイ。